お前を殺します、えー、毎日毎日ぐーたらと少しは働いたらどうですかちょっと身の振り方を考えていたんだあと100年はドラゴンのスパンで考えないじゃあとりあえずトールの仕事手伝おうよ何ってあなたごときにメイドの仕事が務まるわけがありませんメイドを舐めないでくださいそれいつもお前が小林に言われてるやつでも働くか 小林がやってるよなそうですあなたの食いぶちも稼いでいるのですよ分かった、働くじゃあ、小林と同じところでエルマも消せ。どうした怖いよエルマも消すエルマどっから出てきた